私どもの多言語翻訳研究室では、人類の最大の壁の一つである言葉の壁を越えるべく、翻訳の技術の研究をしております。より具体的には、コンピューターを使った自動翻訳の技術、それから翻訳者の方々を支援する翻訳支援の技術というものを研究しております。自動翻訳に関しましては、大訳コーパスから翻訳システムに必要な知識を自動的に学習する技術を中心に研究を進めています。すなわち、大訳コーパスの量を多くすると、翻訳の精度が向上する仕組みとなっています。Hello, wie geht es Ihnen? 我々は日本語を含む大訳コーパスを大量に集めています。現在、世界最大の2800万文にも及ぶストックを有しております。日々このストックを拡張しているところです。この大訳コーパスを集める一つの方法として、翻訳者を支援する方法がございます。我々がボランティアの翻訳者を支援するサイトを構築し、その上でデータの収集と、それから翻訳の流通を同時に実現しているところでございます。このように翻訳の技術の研究を進めておりますが、将来的には地球上に6000もあると言われている言語すべてが使えるようにさらなる高度化を続けていきたいと思っております。世界ではさまざまな言語が使われ、多くの言語の間での自動翻訳は夢の技術でした。それを実現したのがボイストラ 4UM です。ボイストラ 4UM は音声翻訳を行う iPhone 向けアプリで、これを使うと5人同時に23の言語間での翻訳を行い、自由な会話ができます。使い方は簡単で、アプリを起動しログインした後に使う言語を選択して通話する友人を呼び出せばいいだけです。友人とつながったら耳に近づけ振動語にしゃべることで、相手の言語に自動的に翻訳されて届きます。 I'm fine, thank you.23言語の中には英語、中国語、韓国語はもちろんのこと、インドネシア語やベトナム語のアジア諸国の言語や、フランス語、ドイツ語などのヨーロッパの主要な言語が網羅されており、世界人口のおよそ 95% がカバーされています。ボイストラ 4UM はNICT の呼びかけにより発足した U-STAR という研究コンソーシアムのもと開発された多言語音声翻訳サービスを提供するシステムであり、 NICT が国際電気通信連合において2010年に標準化した技術が使われています。このように私たちは全世界の人が言葉の壁を越えてコミュニケーションすることを目指し、豊かな未来を作り出すための研究を進めています。みんなの翻訳は、翻訳をしたい人に対してその作業を支援するシステムとして、東京大学図書館情報学研究室と共同で開発しました。日本において英語を翻訳できる潜在的なボランティアは数十万人とも言われています。こうした翻訳者に対して高機能のツールを無償で提供することで、社会貢献と大訳コーパスの収集両方が実現されるのです。このソフトの特徴は、高機能な翻訳支援エディターと有名な英和辞典が実装されていることです。翻訳者は
簡単な作業で高精度の翻訳作業を行うことができます。このシステムで作成された翻訳文は二次利用ができるため、利用者同士の翻訳例の共有が図れるようになっています。